ひなちゃんなら大丈夫。着信ないかな。ひなこ、そろそろ、どうしたの？真央から伝言。今日の放課後、何人か代表者を集めて文化祭の出し物を決めようって。そろそろ決めないと本当に間に合わなくなりそうだから。そうだよね、わかった。決まらないわね。全員が参加できて火やお金の管理もいらないもの。あと私たちの強みを生かせるものがいいわよね。特待科の人も普通科の人もみんなで活躍できるもの。ステージでマッスルミュージアムとか。それはちょっと。ステージ…ねえ、演劇なんてどうかしら。演劇か、いいんじゃない。役割分担もしやすいし。賛成。なら賛成多数ってことで演劇にしましょう。じゃあ次は何の演目にするかを決めましょう。シンデレラなんてどう。さすがに子供向けすぎない。そうかな。でもみんなが知ってる題材っていうのはいいんじゃない。じゃあタイガやろうよ、タイガ。もっとロマンスっぽいのがいいな。けど他にみんなが共通して知ってそうな演目ってあるか。しかもそこそこ大人っぽいものね。何がいいかしら。人魚姫なんてどう。童話か。子供向けなのはシンデレラと同じだけど。どんな内容だっけ。ある日人魚姫が人間の王子を救い出すんだけど、その王子様に恋をしてしまうの。人魚姫は王子様に会いに行くために自分の声と引き換えに人間の足を手に入れる。だけど王子様は姫が命の恩人とは気づかず別の人と結婚してしまい、最後に姫は願いの代償で泡になる。ざっくりまとめるとこんな感じかな。悲劇か。でもいいんじゃない。元は童話なんだし、あんまりドロドロしなさそうで。その話って。けどなんか今の私に似てるかも。人魚姫は王子に憧れていたんじゃなくて、人間のように陸を自由に歩けることを望んでいたのかも。それなら主役はひなこちゃんがいいんじゃないかな。え？私？いいんじゃないか。白井が実行委員なわけだし。でも私主役なんて。大丈夫だって、ひなこちゃん舞台映えすると思うし。
決まり決まり。まあみんながそう言うなら。じゃあ一度脚本を持ってきて読み合わせしてみようよ。はぁ、やっと本格的に動けそうね。まずは脚本の方向性を考えましょう。どんな感じの舞台にするか考えないと。あこちゃんたちにもお願いしようよ。確か放送部って自分たちでラジオドラマとか朗読劇の脚本を書いてたよね。そういえば最近もコンクールで賞を取ってた気がするし、力になってくれそうじゃない？じゃあ呼んでくる。そうね、お願い。任せといて。それじゃあ先に今いるメンバーで決められるところを決めておきましょうか。私は遠慮する。え？この後少し用があるのでね。演目の方針が決まったのならこれで失礼させていただく。ではごきげんよう。今の子、佐伯ゆりちゃんだよ。知ってるの？有名人だからね。中間試験は全教科満点で、もちろん学年順位はトップ。 IQ300 の天才って話だよね。さ、300？ そんな数字ありえるの？さあ、実際にそう言われてるってことはありえるんじゃない？はあ。着信ないかな。
着信ないかな。着信ないかな。疲れた。なんとか脚本の方向性が決まってよかった。脚本ができた後のスケジュールは真央が組んでくれるみたいだし、それが上がってきたら私も頑張らないと。あれ、あの、君はさっきの白井ひな子だよ。佐伯ゆりだ。脚本ができたらみんなで読み合わせすることになったんだ。ゆりはどうする？どうって？参加できそう？いや、無理だな。しばらく予定が詰まっている。でも、たまにはああいうイベントに参加するのもいいんじゃない？なぜ？なぜって、この間の盗難事件のせいで、クラスの雰囲気も悪くなってるし、少しでも、みんなが仲良くなれたらいいなっていうか。悪いが興味ないな。さっきも言った通り、私にはやるべきことがあるんだ。では失礼する。あ、変わった子。今日はユズもライムもいつの間にかいなくなってたな。どこを行ってたんだろう。それにあの事件にまだ続きがあるって、これ以上何かが起こるって、それにユリすごく変な子だったけど、やらなきゃいけないことってなんだろう。明日、ユズとライムと話してみよう。横になろうかな。気になって早く投稿しすぎちゃった。さすがにまだ二人は来てないか。あれ、扉が開いてる。まだ部活の朝練にも早いけど、誰かいるのかな。誰もいない。あ、
いや、誰もいなかったからちょっと試してみたくなって。最近リフレクターとしての活動にも慣れてきたし、少しは動けるようになったかなって思ったんだけど。やっぱりまだ無理だね。でもフラグメントを集めればちゃんと踊れるようになるんだよね。ゆず、どうしたの？ひなちゃん、もう普通に運動はできるんだよね。それじゃダメなの？だって今のままじゃ踊れないし。でもさっきだって結構綺麗に踊れてたよ。こんなの全然世界じゃ通用しないよ。エトワールにはほど遠い。そういえばライムは一緒じゃないの？ライムはずっとフラグメントを探してるよ。ほとんど休んでないみたい。そっか。私ライムって少し怖いかも。機械を相手にしてるみたいで時々不安になる。ひなちゃん、あのね、ライムも、ライムの方がずっとひなちゃんのことを大切に思ってるの。必死に頑張ってるの。だからその嫌わないであげて。私のことをライムか。ねえ、ずっと聞きたかったんだけど、あなたたちなんで私をリフレクターにしたの？あなたたちは一体な、何？顧問にリープしようとしてる。誰の？わかんない。でも指輪が光って。私たちと同じか。ここって他のゾーンからも見えてた場所だよね。うん、ここは顧問の中心だよ。そしてあれが顧問の核。もしかすると魔物がここまで迫ってきてるから呼ばれたのかも。ここが、ひなちゃん、ひとまずあたりの魔物をやっつけちゃおう。わかった。とりあえずもう魔物はいないみたいだけど。きっと何だったんだろう。あ、もう授業が始まっちゃうよ。とりあえず教室に行こう、ひなちゃん。うん。
けた。原種聞いてはいたけど、そんなの無理だよね。本当に戦えるのかしら。でもそういう空気読めないこと言うのもあれだし。みんなお願い、力を貸して。もちろんよ。ひなちゃん、急いで迎え撃とう。うん。